はい、こんにちは。それでは、モンタメ始めていきましょう。たくみです。あかりんでーす。さあ、ここはスタジオではございませんね。はい、なんか、はい、ガヤガヤしてますね。そうですね。うん、今回は、本の町、神保町に来ております。やったー、ようやく切れました、神保町。切れました。来れました。来れました。来りますよ。わー。夜すぎるだろう。夜すぎますね。久々のロケ企画、夜すぎるだろう。夜すぎますね。はい。でもね、閉店後のね、ロケができます。そうなんですよ。できるから、なんか口回ってないな、今日。そうですね、もう夜だからね。夜だからね、うん、すいません、もう。神保町はもう詳しいですか？もう詳しいですよ。めっちゃ来ますよ。なんだったら明日も行くの。本当は。もう予定があるの、私。うん。明日の朝も来るの、神保町。すごいね。そんな、まあ、馴染みのある神保町なんですけども。はい。まあ、今回はそんな神保町にある所詮グランデさんにお邪魔したいと思います。はい、ありがとうございます、はい、ようやく来れました。なんかまあね、うん、僕もちょっと大好きな本屋さんなんですけども、はいはい、そうですね、うん、あでもあれでしょ、なんかさ、趣味の本屋って言われてるらしいじゃないですか、所詮グランデさん。めちゃくちゃ尖ってるイメージ本当にね、うん、だからちょっとどんな本屋さんなのか早速見ていきたいと思います。はい、本ため、はい、ということで、はい、所詮グランデさんの中に入ってきました。はい、なんかね、はい、もう今さ、ちらっと後ろ見ただけでさ、本屋さんとは思えないようないきなりね、物が並んでるんですけど、うん、なんか変わってますけどね。すごいね、他もさ、なんかちょっと私たちの知ってる本屋さんとは違う感じの。そうね、これもう目に入る範囲で言ったら、まだ本屋か五分五分ぐらいだよね、うん、ちょっとね、想像と違うものがいっぱいあって気になりますけど、はい、今日は何の企画なのかな。確かにそれはもう気になるところです。では今日の企画発表させていただいていいですか？お願いします、はい、書店で1万円分買ってみた。やったもうまずはこれ。これがいいのよ。だってもうこれやったらどんな書店さんか分かるんだもん。プラスで言うね。嬉しい。我々嬉しいんだ。さておき。我々も嬉しい、うん。書店さんもきっと嬉しい。ありがとうございます。嫌な思い出あります。何ですか、そんな。どうしたの、マイナスなことがないの。ルール説明聞きたい。ちゃんとその2人でですか、また。1万円っていうのは。では早速ルール説明させていただきます。はい、本日は2人別々に買い物していただきます。よし、これよ。これ前回もう7対3ぐらいしたんだから。1人1万円？はい。追加。ここからですね。え？お二人今から言葉を発してはいけません、はい、今日はですね、二人別々買い物いただけますが、購入できるのは二人で合計1万円以内です。ただし二人の合計金額が9500円から1万円の枠に収まらない場合、購入品は没収とさせていただきます。そうないが声出して大丈夫ですよ。あ、今大丈夫ですか？もうダメかと思ってた。なるほどね。あ、なるほどね。作戦を喋り合っちゃいけないと。そうですね、はい、これから金額に関わることなど、うん、はぁ、あ、はぁ、なるほどね、はい、フィーリングで信頼がね、問われますね。ないけどね全然ないかな、そうか、うん、はい、難しい。この金額のルール理解できましたか？できました、はい、税込みでですね、はい、税込みで9500円から1万円以内に収まらない場合は、購入品没収です。思いやりが大事そうですね、思いやりが大事。まあ、その中でも、うん、まあ、なるべくこう自分の欲しいものを、はい、多く買えるかっていう、はい、はい、駆け引きでもございます、はい、今回もう一個ルールがあります、うん、今回の所詮グランデさん変わってますんで、はい、書籍以外にも必ず1点お、あ、なるほど、書籍以外のものを購入してください。やった、面白い、いいんだ、せっかくなんでね、うん、だって、はい、なんか前さ、物産展のコーナー行ったらさ、なんか、うん、こちゃん放送ね、いやいや、本みたいな、なしになりましたから、まあ、買ってましたけど ね、はい、結局ね、はい、今回は入れていいと、はい、ありがとうございます、ルールだから入れなければ、入れなきゃいけない、いけないと、あー、わかりました、はい、という今日は2つのルールですね、はい、1万円企画やらせていただきます。はい、なんか質問ございますか？はい、制限時間はそれね、はい、今日はどうですか、家に帰りたいですか？どうですか、まあ、終電帰れない可能性ある、こういう可能性あるってことか、まあ本屋さんにお泊まりするんだったらそれはそれでまあいいならね、うん、いいならいいならいいならやってみたいね。今日はみんな帰りたいんで制限時間15分でございます。短い、はい、短いな、だって大きいよ、所詮さんってビルだよ、何階建てよ、そうです、だってなんか今日はね、地下1階から6階まであります。いや無理だ な、15分はもう絞らないとダメだ、うん、ね、これ確かに、そうですね、案内見て、ね、結構もうフロアで変わった
コーナーがいっぱいあるので、まず見てみてください。見たい、ね、はい、他に質問大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。はい、それでは早速、はい、始めていこうと思います。はい、書店で1万円分買ってみた。スタート。しゃ。本当ね。それでは1万円分買ってみた。スタート。しゃ。はい。え、マジで15分でしょ、やば。時間ないんで、まず案内を確認しましょう。あ、そう、案内見ないといけない。エレベーターを見よう。え、待って。待って、どこに行けばいいかもう分かんない。え、映画、音楽。あー、OK。え、あ、まずはね、1階の面白いものを探します。やっぱね、多分本以外は1階に多く集まってると思うんで、まず本以外のものを決めたいと思います。15分しかないんでね。これいきなり…シャツがありますね。うわ、めっちゃいいけど、いいけどな、これどうしよう。あっちがね、めちゃくちゃ気使ってくれて、3000円ぐらいとかだったら余裕でね買えますけども、ちょっとね、もうちょっとだけ考えたい。あ、まあコミックスかな。なんか、ま、やっぱさ、初戦ってなんか漫画のイメージない？漫画、あ、だってすごいよ、なんか道とかにも、階段にもいっぱい。あ、見て、これ書いて死ねの原画が貼ってあるわ。すごい、あ、すごい、いっぱいある。あ、すごい、めちゃめちゃきちきちよ、漫画。え、でもさ、金額を考えなければならない、考えるとなかなかだよね、大変だよね。どうしよう、漫画だけじゃなくて本当にさ、グッズとかもいっぱいある。これ私今パニックになってるな、危ない。15分やばいよ、だってもう2分経っちゃったよ。やっぱりなんかもっとさ、知らないところに行ってみようかな。なんかでもね、紅茶とかもねあって、カレーもあって、カレーはね、かなり今回の企画の範囲内でリーズナブルに買えますけども、あ、今やってる脱出のフェアがありますね、これね。うわ、めっちゃ面白そう、これめっちゃ面白そう。え、これ面白そう、見たことない、こんな本。ちょっとね、金額のボリュームのある本を選んだんで、こっからちょっと抑えていく必要ありますね。1階は見たんで別の階行きたいんですけど、うーん、全部行きたいけどね。これ4階行きます。4階はですね、まあ僕のホームですね、理系の本のコーナーがある階です。そこで何か読書以外のグッズ面白いの売ってそうなんだよな、多分ね。僕の書いた本が初めてね、ポップ付きで店頭に並んだ本屋さんが書店グランデなんですよね。なんで、まあかなり思い入れのある本屋さんなんですけど、その4階っていうね、まあ、まさに僕の中の思い出の地なので、そこに行きます。エレベーターに乗ります。4階に行ってみましょう。薄暗い、閉店後だな。え、なんか T シャツとかもあるんだけど、 T シャツよくない？サムありなんだな、すごい。なんかやばい、知らない世界すぎるかもしれない。なんかタロット、魔術ちょっと待って、マジで知らない世界すぎてやばいぞ。絵本とかよくない？なんか楽しそうじゃない？え、でもさ、なんかさ、さっきのさ、あれいいよね、 T シャツ、 T シャツちょっと、あら、なんかたくみさんの声が聞こえる。え、たくみさんと4階で会っちゃった。4階で会っちゃった。ちょっとこっちのホームよえ、ちょっと今あかりパニックだから、うん、降ります。あ、なんかね、カゴ空でした、あの人。やば、たくみさんも入ってるでしょ。15分なのにカゴ空でした、ね。なんかさ、なんか、え、どうしよう、もう何、いや、ちょっと降りてみよう、もうパニックじゃんよ、あかり。結局やっぱ小説なのかな、欲しいのは。でもさ、本屋さん行くといつも分かんなくなっちゃうの、何が欲しいのか。でも今ちょっとやっぱ T シャツ欲しい。 T シャツちょうどよくない？わ、数学の本めっちゃあります。そしてね、わ、カード、タロットとかのカードだけでこんなめちゃくちゃな数ある。これが書店グランデ、すごい。
楽しい。なんか理系の面白グッズ売ってるでしょ、これだけあればさ。ありますね、数学のグッズもありますね、これね。面白い。どうしよう、これ多すぎる。逆に悩まないと思ってきたのに。化学のコーナーにもいっぱいね、模型とか周期表のグッズがあります。欲しい、これを機に欲しい。でも絶対たくみさんはあかりのことを信じて、多分あかりよりも値段を安くしてくれるはずなの。やばい、あと10分しかないじゃん。おしゅしかわいい。おしゅし、おしゅしいくら。あとね、あ、どうでよくない、ちょっとわからんけど、まあかわいいから。誰番がいいと思う？これさ、上下で買ったらさ、逆に上だけにしとく？上だけにしといて。多分ね、アカリンはね、5000円超えてくるんですよね。なんでね、ちょっと抑えないとね、没収されかねません。なんで僕はまあ4000円分ぐらいをね、狙って買い物をすればちょうどいいんじゃないかなと思いますね。6階とか行くか、1階6階に行こう。6階は映画とか音楽だって。6階に来ました。なんかすごいよ、待って、なんか、あ、見て、なんかこっちにも T シャツいっぱいある。すごい、在庫限りだって。初戦限定 T 第1弾。こっちの方がかっこよくない？こっちにしようかな。これを返しに行こう。戻ります。もう一回1階に。いや、500円くらい出たとて、たくみさんはきっと絶対ちょっと少なめに見積もってくれてると思うから、って考えるともう1冊買える。いや、でも今回は前回の反省を踏まえるとなると、たくみさんがちょっと多く買っている可能性もある。そう考えると、これでいいかも。オーバーしそうかね。いや、一人だったらオーバーしないんだけど、あかりのこと考えたらオーバーしそうな金額になってしまうな、これな。まあ、いけるんじゃないかな、これなら。よし、決まりました。戻りますね。戻りました。お疲れ様です。はい。今回はちょっと譲ってくれを言う気がするので、はい、こちらで完成。7、うわ、たくみさんもいるじゃん。ただいま。本ため、はい、ということで、いや、やっぱ書店ロケめっちゃ楽しいっすね。楽しい。でもなんか今回いつも以上に時間かかりそうだった。いや、でもすごい驚いたこと一個ある。時間以内帰ってきてる。そうなんですよ。びっくりしちゃった。一味違うよ今日のアカリンは。すごいね、15分なのにちゃんと帰ってきて。本当に偉いって思った。でもそしたらたくみさんの方が早かった。そうね、どんだけ早いの。びっくりしちゃった。まあ、って言ってもまあ1分前ぐらいの集合でしたけど。あ、本当でした。はい、そうなんだ。なんか変わった書店だなとか特徴ありましたか？だってなんか普段想像してる本屋さんのなんていうんですか、並びと違いすぎて。そうね、どこに何があるかそもそも歩かないと分かんないドキドキがあって面白かったです。普通繋がってない棚が繋がってたりする。なんかね、タロットと科学がさ、バーって出てきたりとか。確かにこうやってありましたね。そう、だから本当はもっとじっくり見たらもっと楽しいのかもしれない。うん、なるほど。まあ2フロアぐらいしか見れてません。いや本当に。確かにね。うん、じゃあ、あかり今日はまた書店さんに来てもらえるんですか？はいはい、そうみたいです。その方にね、いっぱい解説をしていただきたいと思います。はい、初戦グランデの鈴木さんです。どうぞ。お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ自己紹介をどうぞお願いします。はい、はい、お願いします。
書店に、勤めております鈴木と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、好きなジャンルはですね、コミックと児童書で、ジャンプとマガジンは購入歴40年ほどになります。やばすごい、やば、あ、大先輩だ。僕と大体同じぐらい。あれ、おいくつですか？、まあ、もうどうやっても勝てないですね。どうやっても勝てないですね。すごい、それだけずっと読んでらっしゃって、今も勝ってます。うわ、すごい、いや、すごいね、これは。その際はもうグランデで、グランデで。そうですよね、お間違いないですね。はい、そうです、間違いない。会社にありますので、はい、素晴らしい、ありがとうございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あの、この書店グランデさんって、もう趣味の本屋って歌ってるほど、うん、本当に趣味に特化した本屋さんだと思うんですけど、はい、どういった特徴があるんですか？ちょっとそれについては、あの、はい、かけ見ながらでいいですか？あ、もちろんです。はい、ここで間違えるとちょっと私さんだけど、確かに偉い人から怒られちゃう。新しい、もうマガジン買えなくなっちゃうかもしれないから、ね、困っちゃう、困っちゃう、うん、ぜひ読んでください。はい、はい、ですね、まあ、書店ですけれども、書店は、書店と法輪堂の2つの野望を持つ本屋になります。はい、鉄道、アイドル、プロレスをはじめ、数学や占いといったさまざまなジャンルの本やグッズを扱っております。うん、はい、他にもですね、イベントも多数、実施しております。はい、まあ、看板にも今、言っていただいた通り、はい、趣味人専用、うん、まあ、いい意味での頭をちょっとおかしい本屋。おお、もうそれはもういい意味でのね、公式が言ってくださったら、もう我々も思う存分、頭おかしいです、この本屋はね。ちょっとパニックになっちゃったもんね。他の書店さんとは一味違う本屋として、はい、違いましたね、営業しておりますので、はい、皆さんぜひご来店ください。お待ちしております。ありがとうございます。安心した。よかった言っていただいて、よかった言っていただいて、本当に我々も言葉選んだからね。そうそう、どう言ったらいいか分かんないけど、おかしい本屋だった。不思議な空間とか言ってみたりしたけども、自ら言ってますので。社長さんがやってるんだったら、もうそうだ、はい、ありがとうございます。じゃあ心置きなくね、はい、言わせていただきます。言わせていただきます。めっちゃ変、めっちゃ変、本当にめっちゃ変だったから、物を選ぶのめっちゃ困った。欲しいもんありすぎた。そう言っていただけると本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。います。で、今日のルール覚えてますか？はい、はい、その怖いのよ、まだ。いや、それが怖いのよ。あのね、もらえる気でいるからね、もうすでに。結構、いや、もらえる気ではいますよ。うん、思いやりが、いや、そうでしょ、大事。思いやりをしたつもりですけども、そう、あかりもだから今回はちゃんと思いやりをしたつもりなんですけど。怖いね、その基準が違いそうなんだ。本当に本当に、うん、だ、今日の、ね、ルールはね、2人の合わせた金額が9500円から1万円間ですから、はい、1円でも少なかったりオーバーしたら没収。そう、はい、思いやり持った、思いやりなのか、それともちょっと腰が引けたのか。ちょっと知りたいですね、合計金額。そうですね、まあ、鈴木さんとしてはね、やっぱうまく合計金額合わせてほしいですよね。そうですね、せっかくですので、ぜひご購入していただきたいと思います。はい、そうですよね。そうですよね、はい、だってさ、ね、今までさ、書店さんのロケってちゃんと買わせていただいてるわけじゃないですか。はい、これ普通に買わないで帰るパターンになってしまう。だから悲しいしね、本当にもう悲しいよ、怒るかもしれないですね。申し訳なくなっちゃう。そうですよね、来れなくなっちゃうから。いやだ、うん、ちょっと頑張ろう、頑張ろう、今更だけど、はい、うん、じゃあどっちから紹介していただきましょうか。いや、たくみさん、じゃあ、はい、僕がやりましょう。はい、はい、じゃあ、たくみさん、購入もはいご紹介お願いします。はい、ちょっとここで願っても分かんないけど、一緒に願います。 ありがとうございます。何があるか。まずは、はい、こちらです。じゃじゃん、図解敵地サバイバルマニュアル。何それ、何それ、敵地サバイバル前、敵地行くの？いや、行かないんだけど、その普段だったら絶対に、うん、まあ、目に映ることもないだろうね、この本が。どのコーナーに行ったらあるの、敵地サバイバルマニュアルって。分かんない、分かんない。 SS とか特殊部隊の人がなんか読むやつです、これ。これそうなのかな、書いてあるんだよ。本当だ、うん、でも、なんでこれを手に取ったかというと、うん、そもそも今その脱出のフェアやってますよね。やってます、はい、やってます。リアル脱出ゲームの方を今やらせていただいております、うん、はい、ちょうどね、この撮影の時に、ね、そうなんですよ、今ね、その撮影時期にやってまして、うん、で、その特設コーナーとして脱出の本コーナーがあったんですよ。その一つとして、うん、まあ、多分広い意味での脱出ってことだと思うんだよね、マジで。なるほどね、なるほど、危険なところからの、ね、そう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 、っていうことが書いてあったの。はいはいはい、うん、こじつけだなと思ったけども、いや、だいぶね、うん、謎解きみたいなのもあるんだけど、はい、これだけちょっと違かったみたいな。で、これ面白かったなと思ったんで、これ、はい、こちらですね。なるほどね、はい、あ、楽しい、これいいですね。気になるお値段、いいですね、はい、こちらはですね、定価は1900円プラス税となっております。なるほど、はい、税込み金額が書かれてない。はい、書かれてないです、はい、ということで、じゃあ、はい、ですかね、2冊目に行きます、はい、2冊目はこちら、水族館飼育係だけが見られる世界。あ、
楽しそう。かわいいね。かわいい、うん、水族館大好きなんですけども、うん、水族館の飼育係の人の裏側知りたくない？確かにあんま分かんないですね、うん、でなんか水族館行った時すごい光景見たことあって、うん、水族館の係員さんがペンギンの名前呼んだらペンギンが走って飼育員さんのとこ行ったのよ。かわいい。そうで誰がご飯食べてるか食べてないかを目視で確認してんの。あーすごい分かるんだ。チェックしてで食べてない子がいるから名前呼んだらピョン飛び込んで飼育員さんのとこに行ってる姿を見て、うん、多分飼育員さんしか知らないこといっぱいあるんだろうなって思っちゃうよね。なるほどなるほど。そういうのが見られるんじゃないかなと思って買ったんですけども、はい、15分しかなかったので中身は全然知りません。そりゃそうだ。立ち読みもできてないんで、うんうんうん、はい、ということでまあこちらです、はい、楽しそう。ではこちら税込み、こちら税込みで1540円となっております。はい、ということでですね、はい、あと2つあるんですけども、もうここからが本じゃございません。ルールですからね、はい、これ以外でということで、ね、一つがですね、うん、こちらチャート式のコースターのオリジナルグッズとなっております。何チャート式のコースター？数学の問題が書かれたコースターですよね、うんうん、そんななの？ほうほうこれ、うん、もしなんかうちに誰か来た時にコースターとして置いたら、うん、ちょっとウケるんじゃない？あ、なるほど ね、 なるほどね。それは答えが裏に書いてある。あ、裏がちゃんと答えになってんだ、すごい、はい、はいって感じですよ。本当にこれはもう別に超受けたいとかじゃないよ。これはこれはマジで初戦さんじゃないとないですよね。なかなかないんじゃないかな。これはならではの、そうだと思います。そうですよね。ちなみにチャート式のグッズまだ死ぬほどあったからね、これね。なるほど。もう一個はちょっと押されすぎちゃうかなと思うんだけど、うんうん、こちらの耐震立方格子のアクリルグラス。何耐震？このクリスタルガラスっていうらしいですけど、まあ、ストラップですね、うん、はいはい、本当はね免震立方格子が良かったんだけど耐震立方格子になっちゃいましたね。わかんないわ。わかんないけどなんかなんな何まあ球の敷き詰め方いろいろあるんですけど耐震立方格子って言われる詰め方があるんですよ、はい、うん、真ん中と八つ角に配置してるような感じ。これねスカスカなんですよね。配置的には 68% しか埋まってない約。だから自分は 74% の免震立方格子が良かったんだけど、まあ、今回ちょっとこれで我慢ということで、はい、こちらでした。こちらそれぞれ金額を言いますね、はい、税込みで407円と508円、これが私の4点セットでございます。はい、なるほどね。どうですか鈴木さん。どうですか鈴木さん。声が高いです。ありがとうございます。まさに祖先を表してる。いや本当にそうなっちゃいましたね。たまたまね。ラインナップだと思います。本当に初戦で選んだ感じ。でも本当になんか、ね、普通の本屋さんにはない本しかないみたいな。そうね、ないものしかない。この4つを15分で探せることはないだろうね。いやすごい、なんかたくみさんもすごいね。本当に選びました、数ある中から。じゃあとりあえずですね、はい、たくみさんは書籍が2点ですね、はい、書籍2、1点以上お買い上げなので、はい、とりあえずはルール OK です。そうですね、クリア、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。で合計金額は後ほどで、はい、では楽しみですね。あかりんの購入品教えてください。はい、マジで募集するからね。やだ、マジで頼むよ。本当に変なことしないでよ。もう本気で選んだんだよ。まずはこちら田辺聖子さん の、 あの光源氏物語上。おー、ガチだね。急に何？田辺聖子さんって私あのたまにこう 読んだりしてる、まあ、作家さんなんですけど、はい、彼女が光源氏を訳したっていう言い方だとあれなのかな。まあ多分そうね、それに近いこと、ね、そうそう、それを近い感じで、はい、多分書かれた、うん、光源氏物語、うん、やっぱさ今大河ドラマもやってるじゃないですか、うん、このタイミングでで読みたいなって思ったけど、うん、ちゃんと読んだことないなって思ったのでこういう形で読めたらいいなって思って、はい、ジョ、うん、ジョ買いました。ジョだけなんですね。だけですよね。ジョだけにした。はい、ありがとう。よかったよ、これ。これがあかりんの思いやり。いいですか、税込み金額教えていただいていいですか。こちら、1056円。はい、そうですね。1056円、はい、税込み価格。はい。じゃあ、こちら1点目。まず書籍です、うん。はい。いいですね。いいでしょ。いいね、調整が効きそうよ、文庫本で選んで。そう、うん、確かに、確かに。そうなの。こまごまね、買える、うん。お、次。はい。はい、こちら。うわ、怪しい、怪しい、怪しい。怪しいって。なんか書仙さんがハードコアチョコレートってこれブランドさんなんですかね、はい、とコラボした T シャツ、ああおしゃれって思ってこれすごくなんかエクスペリエンスブックスって書いてあるこうなんかお猿さんがね書仙って書いてある雑誌読んでるみたいなおしゃれなデザインなんですよ。いや俺も T シャツ見たのよ、やっぱり欲しいなって言ってたんだけど、うん、
T シャツはやっぱね今回の企画ではね選ぶの難しかったのよ。難かったよ、わかりも難かった。ああ怖っ。書店さんのコラボ T シャツ。そうだよ、ここ見て、書店って書いてある。こっちもほら書店って書いてある。本当だ。いやこれはマジでここじゃなきゃ買えないね、これ。そうなんですよ。そうね、かっこいいって思って。書店でないと買えない T シャツ。いやすごい。そうですよね、うん、プレミア価値があります。だからもうあとなんか在庫これしかないですみたいな感じで書いてありました。ああやばい、なるほど。いいよ、じゃあ、まあ、はい、いいよいいよ、許すよ。ではでは、おしまいね、はい、こちらのお値段を、こちら S サイズ3500円。まあ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 、まあ、これじゃあ2点目ということで、はい、これで書籍以外のもの1点買ったんで、はい、クリア。はい、そしてあかりんはここでストップ。うおー、マジでどう。いや、え、何どう、このあかりん急にどうした。これが思いやりってやつだよね。昨日ジブリとか見た？いや、何も見てない。心の中のもう一人のあかりんが、ああきっとたくみさんは前の書店ロケで、うん、あんまり買えなかったことを未だに言っているよって、うん、未だに言ってるよ。だから1万円で考えると1人まあ5000円5000円と考えた時に、うん、ちょっとたくみさんが今回は多く買うんじゃないかなって思ったんですよ。なるほど、そこまで読まれていると。そう、でもこれ、うん、なるほど。いかがですか、鈴木さん、この買い物の仕方。さすがですね。ありがとうございます、お褒めいただき。これしか言えないよ。でもだってこれほら1階でね、今、はい、現地フェアやってますもんね。グラウンドで今押してますので、はい、現地物語は、はい、はい、それとあとこの T シャツはもう初戦でしか買えない T シャツですので、うん、そうですよ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まあ、ただですよ、今回ねルールございまして、うん、覚えてますか。2人の合計金額が9500円から1万円以内というルールになっておりまして、はい、よく聞いたらむずすぎないこれ。いや、そうなんですよ。500円でしょ、キワキワな。はい、500円です。やだ、欲しい、やだ。本屋しなくてもたけしさん、今不満が爆発してます。やばいよこれ。やだ、いけるかなこれ。わかんない、うん、もうわかんない。やだ、欲しい。では早速合計金額発表してよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、ではたくみさんの合計金額、税込みで4545円。うん、まあしっかり計算された金額ですよね。そうですね。ではあかりんの合計金額、4556円。2人の合計金額は9101円でございます。どうしたの？いつも通りやってよ、いつも通り。違うんです、だから今回はたくみさんがちょっと多くしてくるなっていう予想立ってたので500円ぐらい。いや、信頼がなんもないんだよ。いいんだよ、じゃないのよ。今さら取り返さないでよ。いらないよ、そんな。いや、最初一瞬考えたんですよ。あかりの方、言うてあかりの方がちょっと多くしていいかなって思ったんですよ。いいんじゃない、だからいいよ、もうそのつもりやったから。はい、そうです、いつも感じてくるかなってね。そうなの、もうだからそう思ったけど、いやでも今回は言うてなんかこうコーナー的に数学のコーナーとかもあるから、たくみさんがちょっと楽しくなって、うん、ちょっと多く買っちゃいましたと、うん、でもそこであかりんのファインプレーちょっと少なく買っておいたよ。ファインプレーってなるよ。あかりんありがとうってなるってね。そうなるなって思った、うん、なんなかった、残念。はい、一個なんか買いなって、ね、なんかカレーとか買いなって、ちっちゃいやつとかね、なんかカレーとかね、確かにな、はい、カレーか。今回2つのルールのうち1つはですね、書籍以外1点ずつということで、こちらクリアですが、はい、合計金額は9101円ということで、条件の中に収まりませんでした。没収です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。あはははは、 T シャツ欲しかった。では鈴木さん一言いただいていいですか。この状態で残念になりません。ありません。ですよね、本当にお待ちしております。はい、ありがとうございます。あ、リベンジさせていただきたいですね。 ありがとうございます。次こそは、うん、ぜひチームワークを、はい、いいですか、またお邪魔しても、はい、ぜひお待ちしております。ありがとうございます。お願いします。その際はぜひカレーも買っていただけると。はい、そうします。確かにそうですね、カレーを買ってればもしかしたら、うん、いけたかもしれんな。はい、はい、今日初めてですね、1万円購入できなかったという、はい、企画になりました。なんだこりゃ。口惜しい限り。悔しいですが、また
書店さんにお邪魔させていただいた時は、はい、いいものをゲットしたいね。明日プライベートで来たら。確かに明日買いに来ます。明日も実は神保町来る予定あって。お待ちしております。はい、明日 T シャツ買います。ということで、この動画が面白いと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。あと公式の X と TikTok もあるんで登録よろしくお願いします。ぜひ皆さん書店さんにも遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、あの最後のご挨拶があるんですけど、はい、一緒にやっていただけますか。はい、いけますね。はい、それでは次回またお会いしましょう。バイバイ。すごい、めっちゃ完璧。ありがとうございます。ありがとうございます。今日、はい、残念な結果になりましたけれども、あえて聞きますと、はい、まあ、1個だけもし購入できる、さっき選んだ中でこれだけはっていう、もしあればちょっと1点伺ってもいいですか。サバイバルマニュアルでしょ。本当T シャツ明日買いに行きます。自腹普通お買い物お買い物をさせていただきます。楽しみです。はい、鈴木さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。